海ガラスは、千鳥目、海スズメ科に分類される海鳥の一種。原生の海スズメ類の中では、大型の種類である。メディアを再生する、群れの様子体長40センチメートル、体重160 1グラムでカナダ西海岸から日本沿岸にかけて分布するアシュ、ノーネタは、海スズメ科の中で最大である。背中がアンカッ色で、腹は白い。 冬和では、頬のあたりまで白い部分が増える。くちばしは長く、足は、尾の近くにあって、翼も尾も短く、陸上で直立歩行をする姿はペンギンを想像させる。大西洋に分布する海ガラスには、目の後ろ側に白い線の入った個体群がいる。海ガラスの外見は、端太海ガラスによく似るが、背の色は黒い端しと海ガラスより薄い印象を受ける。 口しの先端のくびれが緩やかで根元に白い線がない。夏はでは胸の白い羽毛が喉元に切れ込まないこと、冬はでは頬まで白くなることなどで区別する。北、太平洋と北大西洋、北極海に広く分布する。日本周辺では、カラフトの海氷島、海、馬島、ハバルフスク周辺、北方領土のハボマイ群島に分布し、冬季には、 本州の北部まで南下する。水中では、翼で羽ばたいて泳ぎ、水深50メートルを3分間ほど潜水できる。ただし、足が体の後方にあるため、陸上を歩くのが苦手である。巧みに潜水して、イカ、死者村稚魚、イカナゴ、カジカ、ギンポなどを捕食する。ヒナに給仕する場合、半分喉に入れた状態で繁殖地へ戻る。 飛ぶ時は短い翼で高速で羽ばたき海面近くを飛ぶ。卵の写真繁殖期には無人島や陸生の捕食者が近づけないような崖や崖の上に集団でコロニーを作る。密度は最大で20波平方メートルとなる。多くの個体の繁殖開始年齢は5歳で少なくとも20年は繁殖が可能である。巣を作らず岩や土の上に 直接一個産卵する。卵が失われた場合一度だけ産み直すことがある。卵は他の鳥に比べると一旦が尖っており、西洋な型と呼ばれる。この形状は転がってもその場で円を描くようにしか転がらないため断崖から落ちにくい。平均放卵日数は33日である。ヒナは生後平均21日間は繁殖地に留まり、 親鳥の半分くらいの大きさでまだ飛べないうちに繁殖地から飛び降り育ちし、以後2ヶ月は会場で親鳥の世話を受ける。メディアを再生する卵を奪おうとする、セグロカモメとの攻防卵やヒナの捕食者は、大型カモメ類、カラス類、親鳥の捕食者は、猛禽類、怪獣、陸生哺乳類。かつては、北海道羽幌町手売島、まさ町大島小島、ゆるり島、 モユルリジまで繁殖し、その鳴き声からオロロンドリと呼ばれている。しかし、漁網による婚格、観光による影響、捕食者の増加、餌資源の減少などにより数が減少したと考えられている。2010年には、手売り島で19羽が飛来しスーツ貝が繁殖するのみであった。2004年から2010年で繁殖の成功は2008年のサンバのみで、 国内の繁殖地が失われる危機にある。手売り島では繁殖地の断崖にデコイや音声装置を設置し繁殖個体群の回復の試みが行われている。繁殖失敗の原因の一つはハシブトウミガラスやオウセグロカモメによる卵やヒナの捕食である。オウセグロカモメは大型のカモメで近年数を増加しており漁業や 人間の廃棄物を餌として利用してきたことが、その原因の可能性がある。手売島では捕食者であるオオセグロカモメが、ウミガラスの個体数よりも多く、他の繁殖地よりもウミガラスへの捕食圧が高いことを、示唆している。実際に、手売島のウミガラスは、過去に繁殖していた赤岩、病部岩、カブト岩などの開けた場所では繁殖しなくなり、捕食者の攻撃から、 卵やひなを守りやすい狭い輪のくぼみなどで、音声やデコイによって誘引されながら、かろうじて繁殖をしている状況である。ありがとうございます。